よし、どうも、ニエトノです。今回は、リネジュツレボリューションの動画をやっていこうというふうに思います。はい。で、何をするのかなんですけれども、ですね、次元の迷路の血の女伯爵の寝所っていうダンジョンあるんですけれども、そちらのボス、トリシャの戦ってる時に、まあ、とある状況を満たすことで、隠しボスという言い方でいいのかな、まあ、わかんないんですけど、まあ、ザケンが出てくると。ザケンってこいつね、今多分画像を出してると思うんですけど、まあ、こいつが戦える敵として出てくるということで、でまあそれをねちょっと今回見に行ってみようかなというふうに思いますと。はい。で先に説明しますと、まあ、ザケンを出す条件なんですけれども、この条件自体はとても簡単です。トリシャ戦、最後のボスのねトリシャ戦が始まってから5分間、トリシャを倒さない、倒さずに放置する。放置っていうか、まあ、別に攻撃とかはしていいんですけど、まあ、5分間放置すれば出てくるというふうに、まあ、耳にしましたと、情報をね。まあ、もしかしたら割合 HP を何割減らした状態で5分放置とか条件はもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、聞いた条件だと5分待てば出てくるよということだったので、まあ、実際にねこれから行ってみたいと思います。はい、それでは行きましょう。はい、ということで、トリシャ戦のね手前までやってまいりましたということで、はい、まあ後付け実況なんですけど、こちらはねもうゲーム画面を撮った後なんですけど、まあ今からねちょっと見ていこうかなというふうに思います。ただ5分放置するところはねあんまり見ても意味ないと思うので、そちらはカットしようかなと思ってるんですけど、うん、とりあえずこれがまあオープニングムービーという言い方したと思うんですけど、これがね戦闘前のムービーですね。でまあこれが終わってでから5分かな経過することによって、このねザケン、今後ろにいた海賊みたいな姿のやつね、こいつがまあ出現するということなので、まあ、一回試してみようと思いますと。はい、まずはトリシャが出てきますですね。はい、ここからまあ一応ね軽くまあ攻撃はしたんですけどね、あ、最初は放置したのかな、5分間、いや多分削ったはず。うん、枠まで倒さないでねっていう風にね、まあ、パーティーチャットの方とかでねお話もしながらやってたんですけど、うん、という感じで、まあ、あ、まあもうめっちゃ攻撃してるね。まあ、倒しさえしなければ条件としては大丈夫みたいなので、でザケンが出てきてからねすごいトリシャ回復とかするんで、まあなんだったらね体力ギリギリとかまで攻撃しておいてもいいかもしれないですね。うん、はい、ということで、まあ一旦じゃあ5分ぐらい飛ばします、ここから。はい、ではカットします。はい、という感じでね、まあ約5分ぐらい経過したのでここから見ていきましょう。でザケンがねもう出てるんですけど、こいつね出てくる時に特に演出がないんですよしれっと出てくる。で体力見てください、やばくないですか、多分体力カンストしてるんですよこいつ。で今うまいことね殴って避けて殴って避けてってしてるんですけど、入ってるダメージがほんとビビたる量で、ここ攻撃当たったんですけど、今右下にねダメージ数値出てたんですけど見えましたか、え、38万かな食らってるんですよね、3万8000かな今の、どっちだろう、ちょっとちらっとしか見てなかったんですけど、でダメージがやばいということで、まあ痛すぎーっつってねチャット打ってまた戦いに行ったんですけど、うん、ザケンね、あの一応その出てきてパーティーメンバーが多分1人1回ずつやられたら消えるのかな、消える瞬間をねどんな感じかは分かんなかったんですけど、うん、おそらくパーティーメンバーが全員1回ずつザケンによって殺されて復活するっていうことをすると多分消える、ザケンが、あの多分現状なんですけどザケン倒せる人はどこのサーバーにもいないと思います。うん、体力カンストしてるし、多分で攻撃力やばくて一発でも殴られたら死ぬんで、もうこれ一応ねまたそのミニねここまで戻ってきてるんですけど、ザケン出てきて近寄られたらもう一発で殺されちゃうんで、うん、もうザケン無理ザケン無理ってみんな言ってるんではい、っていう感じで、ね、まあ、今回はそのザケンどんなもんなのかっていうのを、まあ、見に来るっていう動画やったんですけどね、もうこいつは出しちゃダメですね勝てるようなやつじゃないので、本当にあいつね今走り回ってるやつね上の方、こいつはダメです本当に、一発殴られたら絶対殺されるんではい、でまあ
さっきもね説明した通り、パーティーメンバーみんなやられれば消えていくんで、まあまあ出たとしても時間かかるだけで、まあ、問題はないんですけど、まあやっぱりね時間かかっちゃうので出しちゃうと、うん、なので、まあ、出さない方がいいですね現状。まあ、もしですよ、まあ、これを倒すことによってものすごい報酬を得ることができましたっていうようなね情報が出てきたのであれば、ちょっとね試しに挑んでみるのもいいんじゃないかなというふうには思います。はい、ただまあ現状多分倒せないと思います。はい、という感じでね、今回はまあ出現方法のまあ説明っていうほど説明もしてないんですけど、出現方法の説明と実際にどれぐらいザケンが強いのかっていうところをまあお見せできたかなというふうに思いますと。はい、でまあ映像はね動いてるんですけど、ここでお別れしたいと思います。はい、またねワンパンされましたね。はい、という感じで最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録もよければお願いいたします。それではさようなら。